ャンネル。じゃこんにちは、株式ジャパンというところで、はい、やっぱりね、はい、野球はサッカーとかバレーとかラグビーと違って、はい、僕は何回も言ってるんですけど、はい、その時に活躍している選手が日本代表になるっていう、はい、特殊なスポーツだと思うんですよ、うん、だから7月末にね、はい、明日オリンピックがあったら、うん、誰がメンバーに選ばれるのかっていうところでね、はい、やった選手がこちらです。その時代表に選ばれた選手がね、はい、こちらになりますけども、はい、今が、9月末、はい、約2ヶ月経って、はい、もし今、うん、日本代表戦がオリンピックが行われたら、はい、誰が日本代表になるのかっていう、はい、僕勝手に選んでるだけなんで。そうなんですよ、あの本当の代表じゃなくて、はい、勝手に選んでるだけなんでね、はい、あの皆さんの代表も書いて、人のを否定しないで、はい、皆さんのを書く、これです、はいはい、そうですね、はい、あの時からどうプロ野球界は変わったのかっていうね、はい、だから前回ね、僕が決めたジャパンで言うとプレミアと一緒だったのは山本由伸、はい、巨人の中川で浅村、源田、吉田正尚、鈴木誠也、殿崎、海と相澤が選ばれて、はい、でも投手陣は山本の中川だけで大きくシャッフル。そうですね、だその時活躍してる人っていうのが全然違うわけですよね。そうそうそう、でその中でもまあ先発がね、まあ、ピッチャーも10人って決まってるんで、はい、ピッチャー10人でキャッチャー3人、はい、野手11人がね、大体24人じゃないのかってオリンピックでね、うん、なると。だからピッチャー5人先発の、まあ、4人中継ぎの1人、まあ、どっちでもできる人を選んで、うん、置いて、まあ、このメンバーですけど、はい、この中で言うと森原厳しいね。そう、ちょっとそうですね、あの時は良かったんだけどね、はい、ちょっとそれからちょっと調子をね、絶好調だったので崩しちゃって、はい、あと青柳もちょっと厳しいね。うん、あと平が怪我していないっていうね。あ、そうですね、ところもあるんで、うん、また変わってきますね。ちょっとね、変わってきますね。森本投手とかどうですか。あ、ちょっともう今選ばれないね。そっか、今だとね、はい、お、怖いね、野球。いや、本当ですね。2ヶ月でこんなに変わっちゃうのっていう、うん、だって、野手だとね、はい、堂林厳しいね、もう。あの時はすごかった。いや、めっちゃすごかった堂林、あと荻野もね。あ、そうですね、怪我して復帰したばっかりだから、もう荻野も、うん、で、荻野の代わりにね、西川か、はい、じゃあ、あ、広島のね、西川選んだんだけど、はい、西川も今、怪我でいい。そうですね、うん、さあ、じゃあ今だったら誰になるかっていう、うん、わあ、キャッチャーも梅野がね、はい、怪我していないん で、 そうです、ね、で相澤も病み上がり、はい、ほら、そうしたら3人誰になるのっていうのをね、はい、今こう怪我人も考慮しつつ選んでいこうっていうところで、はい、キャッチャーからいこうか。キャッチャーからいく、はい、キャッチャーはやっぱり甲斐は入ってくるね。そうですね、うん、キャッチャー3人、じゃあ甲斐選手、うん、あとやっぱね、大城じゃない。あ、大城だって何か菅野の開幕連勝を支えてて、うん、はい、しかも打つし。そうですね、やっぱ大城が入ってくんじゃない。3割1分1厘だからね。おお、3割1分1厘、ホームラン8本、打点32、ね、うん、これも大城。そうですね、初選出、初代表、初選出、ありがとうございます。でそれで、はい、あと1人誰かな。これやっぱ打つ重視ですか。いやいや、まあ守備も前走表で、うんうんうん、サプライズ選手行こうか。お、サプライズで。だから後にするわ。あ、誰だろう。結構若手行くのかな。はい、まあ、ファースト、はい、ファーストやっぱりね、村上岡本が入るね。はい、村上岡本、大山かな。あ、宮崎宮崎も入れたい。11人ですよね。うん、いやー、これサードが激戦なんだよ。はい、だって宮崎、うん、大山、はい、岡本、はい、村上もいる。どうするんですか。入れたい人いっぱいいても、ポジションがっていうのが被ったりとか、ね、ショートは、はい、やっぱ坂本かな。お、前回入ってないんですよね、うん、結局不調、今ので不調って言われるのもかわいそうだよね、はい、ここで結構坂本も打ってきてるからね、今の現状調子も取り戻してね、はい、で守備もあるし、はい、ショート坂本だね、はい、ここ来るとね、はい、セカンド、はい、セカンド誰かな。悩みますね、うん、で今浅村かな、はい、やっぱり一発の魅力が、はい、まあホームランもね、量産してますから、うん、外野行こうか、はい、外野もだって柳田、はい、もう完璧ですね。吉田、はい、柳田、吉田、佐野、お、初選出、お、でもやっぱりさ、近藤もいるさ、
いるさ近藤、近ちゃん、はい、うん、外野がね、結構強豪よ、はい、レフト、センター、ライトだもんね、はい、やっぱ鈴木誠也の右も左ばっかりになるもんね、はい、右いるよね、鈴木誠也ね、そこも考えないといけないのか、右左も考えないといけないですもんね、うん、でも鈴木誠也もいるよね、はい、今8人選んでますよ、近藤だね、近藤もちょっと外野ちょっと名前入れていこうかな、はい、近藤もいるよね、はい、いやーきついなー、二遊間は坂本浅村だね、はい、でサードだね、高橋周辺も打ってるからね、うん、鈴木大地、うーん、サードはね、はい、宮崎やな、お、まあでも総チェックのいつもね選ばれてますもんね、そうファーストに岡本、はい、で DH 村上、あともう一人人数が今10人なんですよ、10人、はい、いやでもあの鈴木大地はあのユーティリティで入るから、あ、じゃあこれ鈴木大地入れていいですか、うん、はい、鈴木大地は入る、やっぱこれ鈴木大地外せないよ、はい、内野も外野も守れて、はい、ユーティリティっていうところで、ね、打てるし、うん、はい、でもそこはやっぱ外せない、はい、やっぱり内野かんや言いながらこの先、はい、外せない、やっぱり、おー、やっぱユーティリティが絶対必要だから、そうですね、うん、いやでも今もう人数オーバーですからね、ちょっと待って、1,2,3,4,5,6,7、あ、じゃあ外野の 1,2,3,4,5 人の中で4人だね、はい、はい、誰かを外さないといけないですよ、柳田、吉田、佐野、鈴木、誠也、近藤のうち誰かを、うーん、こんちゃんごめんこんちゃんごめんいいんですか、近藤選手外して、うーん、仕方ない、仕方ない、やっぱ右入れときたいもん、はい、まあ、そこの兼ね合いとかもありますよね、そう、うん、ね、やっぱり鈴木誠也かな、はい、これかな、はい、野手はそしたらまあでもそんなに変わってないですか、7月とだから源田が離れた、源田、堂林、荻野選手、うん、が外れたかな、はい、それに止まって佐野、坂本、宮崎が入った、はい、そうですね、大山ごめん入れたかったのに、高橋周平ごめん苦しいのよ、まあ、人数限られてますからね、苦しいのよ、しょうがないですね、うん、うん、やっぱ岡本もね、はい、サード、ファースト、外野を守れるし、はい、ごめんね右が欲しかったさ、はい、ピッチャー、はい、先発、はい、菅野、もうそれはもうそうでしょう、山本、はい、ここはもう確実でしょ、はい、大野、中日、大野投手、はい、大野だってすごいよ、いやすごい、もちろんそうですよ、西、おお、やっぱこうね、ゲーム作るから、はい、前回も選ばれてますね、そう、うん、涌井、おお、来た、日本代表おめでとうございます、最多勝だから今ね、はい、そうです、今もう5人ですね、これで、うん、ピッチャー大体10人ですからね、あとね、怪我してるからね、はい、いい顔してますねめっちゃ考えてる今、見舞いでとこ、おお、やっぱ勝ち運あるから、いやそうなんですよね、援護点もあるし、ここで見舞いでとこ、はい、見舞をね、先発もどこでも使えるっていうところ、はい、中継ぎもロングリーフとかもできるぐらいの、だから見舞いでとこ、はい、で中継ぎ、はい、モイネロ入れたい、はい、モイネロ入れたいけどメイネロ入れたい、いやそうそうモイネル入れたい、ほんとめっちゃ頑張ってる、そうですね、やっぱね、日本代表じゃなれない、増田森入れよう、おお、ロッテの増田、はい、で西武の増田、はい、で森、はい、でね、祖父江福、おお、まあ、もう中日中継ぎ今めっちゃいいから、はい、祖父江と福入れよう、これで、これで今1,2,4,5,6,7,8,9,10,11人オーバー多いの、多いです、一人多いです、森ごめんやっぱ左の服を入れときたい、はい、じゃあ増田祖父江福っていう、うん、そうだね、はい、じゃああとキャッチャーサプライズ選出、うん、ドゥーじゃん、木下、中日、なんか中日から結構最近強いんだよ、入ってますね、うん、最近、はい、これだね、はい、まあ、だからね、そうですね、菅野先発の時は大城、はい、で王の先発の時は木下、はい、ね、で甲斐が山本っていう、ね、はい、そうですね、っていうところで、うんうん、これだね、はい、おー、日本代表ということはだいぶ、いやだいぶリリーフ変わりましたね、うん、中川福まだ入ってる、あ、入ってますね、入ってる、あ、そっか、前回も入ってる、
前回は森投手が入ってたんですね。そう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 、うん、打順決めますか。あ、打順決めようか。はい、1番センター柳田、これ前回と一緒ですね、うん、はい、2番ショート坂本、うんうん、3番レフト佐野、うん、4番ライト鈴木誠也、もう鈴木誠也4番行こう、日本の4番やろ、はい、もうここは、はい、5番 DH 村上、はい、6番ファースト岡本、7番サード宮崎、8番セカンド浅村、9番キャッチャーだね、はい、その日による、はい、その日による鈴木大地、殿崎、吉田正尚、うん、控え、はい、何かあった時のもう代打で吉田、そうですね、これかな、はい、いやいいんじゃないですか。で先発はね、山本、はい、やんでと先発は、うん、菅野山本大野、涌井西が先発で、はい、で、あのロン、あの、あ、何かあった時に三馬、はい、で増田、増田、祖父江、福で、はい、中継ぎ、中継ぎ、これお、いいんじゃないですか。これでいきたいと思うんですね、はい、何回目ですか、好みですからね、はい、そ、あのこれでいきたいと思う、どこに行くわけでもないですからねそう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 、明日ね、はい、明日、うん、だオリンピックがあったら、はい、はい、仮想です、はい、でも ちなみにね、でも2ヶ月でこんなに変わってるんですよ、うん、いやだから活躍する選手ってね、ほんと移り変わるんですね。だって今度は、ね、佐野でしょ、うん、木下、はい、祖父江、はい、で増田、増田ね、うん、大城選手も入りましたし、うん、大城、宮崎選手も、うん、そういった面ではね、うん、いい戦いができるんじゃないかっていう。野球っていいですね。だからその時活躍すればジャパンになれるっていう。そうそうそう、あのコミュニケーションとかチーム作りとか関係ないから、はい、今はいいやつが出るだけ、はい、だってね、まあ、今梶谷とかもいいし、はい、いい選手ちょっといっぱいいるとこかな、はい、知ってますよっていうね、はい、俺は、はい、知ってるけどっていうね。中田翔選手とか、中川、大江ね、うん、大竹、はい、まあ、ちょっと抹消されちゃったけども、はい、もうジャイアンツね、うん、高梨、はい、もういいし、うん、ヤクルト清水、はい、もういいし、うん、いっぱいいっぱいあげとこう見てるぞっていうでも大事でしょ、はい、ね、大事大事、はい、忘れてるぞって言われちゃった、うんうん、そうそう、忘れてるぞって言われちゃって、はい、しっかり見てるんだよ、見てる中でな、はい、選んでますからね、うん、平もいいしね。ああ、そうですね、平いい、入れたいですよね、入れたい、入れたい、入れたいけど、ごめんね、うん、というところで、はい、皆さんもね、今自分たちが思う、うん、何々ジャパンね、はい、コメント欄で盛り上がりましょう、はい。